皆さんどうもこんにちは、ルワチャンネル、ルワちゃんです。今回はですね、これいや春ですね、つくし通りでも行きましょうかではないんですね。ここ最近ね、あの春なのでやっぱりエギンガーさんがものすごい増えたんですよ。で、他府県から来られている方、路上駐車とかね、そういった問題でちょっとねやばいことになっているんで、あのゴミ問題とかね、あのちょっとねどのくらいひどいかをちょっとね見てもらおうかなと思って、そのまあ来るたびにね必ずねゴミエギが落ちているところがあるんですよそういうところに行きました。あのエギンガーさんが多分釣ってそのまま掘っていくんでしょうね。あの根がかったエギあるじゃないですか、あれをあのそのまま放置していく。まあとりあえず見てもらったら多分分かると思うんですけど、こっち側が堤防なんですよね。で堤防でもこうなんていうかな、こうなんていうんですかね、いきなり漁港じゃなくてこう なんだろう階段みたいになってるんですよね。だからそっから釣って投げるんでしょうね、こっちに。地元の漁師さんも釣りしていいよって言っているんだけど、ゴミがねーって言ってたから、いつ閉鎖になってもねおかしくないと思うんですけど、まあ、ゴミ拾いしつつやっていく。今もねあのこっち側でしゃくっている方いるんですけど、結構この季節は他府県の方が多いんですけど、あ、ありますね、こんな感じで。これね危ないんすよね。これねちょっと歩くだけでもう本当にねめちゃめちゃ落ちてるんすよ。これ多分こう柿かなんかにこう引っかかってこう放置されたやつを駅でかけてきて連れてくるんでしょうね、ボロボロだから。でこっち側にポーンって掘ってくんでしょうね、ゴミだから。ね、もうマジやめろよってね、もうこれ危ないんですよ本当に。子供たちとめちゃめちゃ落ちてると思うよ本当に。多分みんなねなんかこの辺掘ってくんですよ。これがちょっと大きな問題で、今エギンガーさんのこのなんだろう問題がちょっとね深刻なんですよ。こっちでは僕のやってるところではね、漁師さんも話してた、ゴミがね危ないがね、でわしの船に掘ってくやつがおるこれなんてぶっ刺さってるやん。向こうが投げたんでしょうね。これもうほらもう絶対ね使えないエギがめちゃめちゃもうタケノコのように生えてるやん。他ね、あと釣り針とかも落ちてたりとかするんで気をつけないといけないっすよ。これもゴミだ、これもそうでしょ。嘘みたいに落ちてるんすよ、もう使えないからって掘ってくんでしょうねこれ。パタパタ足ちぎれてるやん、これめっちゃ錆び取るし、これいつの、まあ落ちてるよこれ。結構もう今ちょっと歩いただけでもう3つぐらい落ちてるからね、もうなさそうやな。今日はこのくらい、いやまあ落ちてる。ほら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 、誰やこれ、ゴミ車使えなくなったからってダメだろこれ。うわめっちゃ錆びた、何これ、うわ絡まっとるし、ちょっと待ってね、外すね。やべえなこのエギの量。これさ今ちょっと歩いただけでこんだけ溜まるんですよ、エギ。しかも全部使えないっていう。あー、ひどいな。やっぱ釣り人が多いところに多いね。これもそうでしょう。いつだよ、これ。土に埋まってるやん。あー、この辺は。ちょっとゴミが多いですね、やばいっすね。ちょっと待ってね、袋、そんな袋あるかな、これ何のゴミか、何かこれ、あれこれ、あーなるほど、あ、サビキをこう入れてくんだ。もうサビサビやもんなこれ、いつのやこれ。来たね、ダメですよこういうのちゃんと持って帰んないと。あとは、あ、これもありますね、ワームね、ワームとか、
まあエビンガーさんが多いところにはこれもつきものですよね。あとはこれもそうやな。やっぱ釣り人が多いところの後ろでやってるんですけど、あの多いっすね、ゴミガン玉餌用っすね、まあ、こんなもんかな。今日はこうね、来るたびに落ちてるんすよ。これもワームだね。ゴミね、今日はこれ少ない方ですよ。前なんて12本ぐらい拾ったんですよ。ちょっとした距離でですよ、さっきぐらいのもうちょっと歩いた距離で。本当に危ない。これエギンガーさんともなんでこんな息落ちとんねやっていうぐらいこれはもう掘っていくんでしょうね、絶対そうでしょうね。はい、ちょっと向こうの方も拾って帰ってきますね。エギングに関するちょっとね、あのお話なんですけど、このまま行くと釣り禁止なってしまう可能性があるかもしれません。っていうのは、ここ最近ですね、春の季節なので、どうしてもエギングでその欄干されている方が多いんですよね。で、漁港とか、あるいは護岸帯とかを歩いていると、落ちているんですよ。こういうの見て。これ。これ何かって言ったら、エギなんですけど、ゴミですよ、これ。あのね、こういうのを、多分エギングをやられた方が、多分かけるんでしょうね。で、根がかる、エギって絶対根がかるじゃないですか。ね、ある程度、まあ、絶対とは限らないけど、根がかる方は多いですよね、やっぱり。で、外し方っていうのもあって、やっぱりその、なんていうんですか、こう引っ張ってパーンとライン弾いたりとか、あるいはバットの後ろを叩いてやると、大概が外れるんですよね。でも、それを分からずに、やっぱりその、ね、エギング初心者さんであったりとか、こう、ロットを根がかったからって言って、グイグイグイって曲げてると、まあ、ロットも折れるし、余計食い込むだけじゃないですか、こうやってフックがね。良くないんだけど、まあ、それで、プチーンって切っていく方もいるんですけど、切るときとかに、ね、エギが引っかかって、もうどうしても切らなきゃいけないとか、そういうときに、手元でこう切っていく人がいるんですよ。で、手元で切ってしまうと、その、なんて言うんですか、ラインが、こう、ブワーっと吹けるじゃないですか。で、そのラインが、やっぱりその、迷惑になったりとか、あるいは、ボートとかにあったりとか、イカダであったりとか、ね、漁師さんのそのスクリューなんかに巻いちゃうとあれ大変なんですよね。スクリューってもう釣り糸巻いちゃうと全分解でエンジンとかものすごく大変なんですよ。お金もかかるしね。なので、もしね、根がかった場合はなるべく手元で切るのではなくて、こういったところでちゃんとね、切れるようにこう引っ張って切るとかね、そういったことしないといけないんだけど、まあ、最近ちょっと多いのが手元で切ってしまう方。初めての方はやっぱわからないですよね。エギングを精通されている方や、もうやられている方ならわかると思うんですけど、外し方であったりとかね。どうしてもその、釣りをやったことない方は手元でプチンって切っちゃう方もいるので、それは、ちょっと控えた方がいいかなと思います。あと、エギやってて、根がかりと思うじゃないですか。そして、回収するとこういうのがたくさんね、こう引っかかってくる時があるんですよ。エギでエギが釣れることがあるんですよ。イカじゃなくて、エギで、エギが釣れるんですよ。はい。で、こういったエギを、釣れたら、その、もうこう使い物にならないんですよ。錆びてたり、こう、ね、もうなんだろう、こう、布も剥げてたりとかさ、して、全然使い物にならないんだけど、これを、その、ゴミとして、持って帰られる方はいいんですけど、一部の方はやっぱね、こうね、なんて言うんでしょう、道端に、こう、掘っていく。釣れたらその場に、こう、もうポイと、何や、ゴミ釣れて、ってこうやって掘っていく方がいるんですよ。そうすると、これね、めちゃめちゃ危険なんですよ。で、よくね、その、まあ、僕も海沿いを散歩とかをするんですね。釣りとは関係なしに。そうすると、やっぱりね、追ってるし、気をつけてないと、朝なんか歩いていると、これにね、引っかかることがある。靴紐にこれ、まださ、これカンナが返しがない分だけ、靴紐とかにこう食い込んだとしても、こうスッと外れるからいいんだけど、まあ、よくはないか。まあ、まだ取れやすいんだけど、これね、危ないっすね、やっぱり。
釣りをしない方からするともう迷惑でしかないですよね。本当にこんな危険なものって言って、釣り人全体がやっぱりね、なんだろう、マナー悪いって言われるじゃないですか。やっぱりその釣りをやられてない方はエギンガーとかそんなもんわからないじゃないですか。もう釣り人は釣り人なんですよね。一括りで釣り人になってしまうんですよね。これはもう餌釣り、ルアー釣り含めて釣り人になってしまうんですよね。なので自分のゴミじゃないから掘っていくって方も多いと思うんだけど、やっぱそのこういったゴミがね連れてきた場合はちゃんと持って帰った方がいいかなと。本当危ないのでね、地元のね漁港のおじいちゃんとかもね、やっぱこんなとこにゴミしてってとかね、もうかなわんなとか言っているくらいですから、これが続くとやっぱね釣り禁止とかになると思うので、ちょっとねなんだろう、持って帰った方がいいかなと思います。よくねエギングだと他府県の方がよく来るんですよね。こういうの掘っていくじゃないですか、こうやって釣れるとね。で、お話ししていて、あゴミ持って帰った方がいいですよって言うんですよ。注意すると何で言われるかって言ったら、はい、あ、わかりました、そうですねって言って持って帰られる方がいる一方で、やっぱりそのこう言ってくる方もいるんですよ。俺のゴミと違うから、こんなもんええやろ掘ってってとか、そう言われる方もいるので、やっぱねそこはちゃんと持って帰ってほしいなと思います。わかるんですよ気持ちはね、人のゴミだから俺のじゃないっていうのもわかるんだけど、やっぱりそのもうねそこはゴミはゴミなのでやっぱ持って帰った方がいいかなと思います。で中にはこう使えるものとかもねあるとは思うんで、これなんかさ、カンナなんかここなんか炙ってやればこれ抜けるんですよね、スポンと。なのでこう抜いてやって、このエギのこの布あるじゃないですか、これも巻き直せばね普通に使えると思うんですよね。持っていくようなことをしていたら、釣り禁止エリアがこれはもう増えるのは仕方ないかなと思うので、そこは気をつけて持って帰りましょうと、はい、いうことです。でもう一つなんですけど、今の季節ねめちゃめちゃ注意されてるのが、ちょっとねこれは書きますね。これはちょっともうね友達の漁師さんも言ってたので、ちょっとこれはもうちゃんとかで言っておきますね。こうイカダがあるじゃないですか。このイカダっていうのはイカダ釣りとかカセ釣りなんかをやられる方はもうわかると思うんですけど、船に乗ってで、例えばここのイカダとかに行くときに、こう船が止まってるんですよね。そうするとこうここに荷物を置いて、でイカダにこう行くんですよね。こうカセとかにもこう行くんですよね。で、そういう風に使われるこの漁師さんのこのイカダねがあるんですけど、釣り専用のね船を定着させるような。でここに入って釣りをされる方がいるみたいなんですよ。で前からちょいちょいねこれね言ってるんですけど、ここにねちゃんとね書いてあったりとかすることもあるんですよ。柵で例えばこういう風にされてて、立ち入り禁止って書いてあるんですよ。立ち入り禁止って書いてあるんですよ、ちゃんとね。立ち入り禁止って書いてあるにもかかわらず、これをまたいでここに行く人がいるんですよね。で釣りをしていると、で堂々とここに車も止めてるんですよね。で意外とね多いのがやっぱりね、これも他府県から来られた方が多くて、で注意するじゃないですか。そうするとやっぱね言われるのが、せっかく遠くから来たんやから別にええやないかと、やらしてくれてもええやないかと言うんですけど、いやでも立ち入り禁止はダメでしょと、さすがにね。しかも、これ漁師さんのイカダなんですよね。所有物じゃないですか、漁師さんの。もう釣り自体が禁止になってしまうので、ちょっとね、こういったところは入っちゃダメなとこはダメなので、で、やっぱ漁師さんも、その横のつながりが強いので、ね、お前のところのイカダに誰か乗っとったぞって言うと、その、もう必ずね、注意して怒鳴られると思うんで、めちゃめちゃ怒られてましたからね、こういったね、漁師さんとかのイカダ、あるいはこう立ち入り禁止で書いてなくても、こういったイカダ護岸につながっているこういうところは入っちゃダメですからね、歩いちゃダメですからね。はい、そこは、今からね釣りをもう釣りされてる方はわかると思うんですけど、今から釣りをね始めようという方はちょっと気をつけてください。
こんなことしていると本当にね、釣り禁止にどん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 なっていくだけなので、絶対やめてください。最近本当に僕もその、護岸を散歩しているとよく見るのが、エギンガーさんがね、結構イカダに乗ってる。本当にね、どうだろう、もうね、40代、50代ぐらいの方かな、結構乗ってて、で、怒られてはる。めっちゃ怒られられて、でも、そこでね、まだ喧嘩になってない分、ね、大ごとにはなってないんだけど、やっぱりね、血の気の強い人は怒られたら、いやーとか喧嘩になる人もいると思うので、まあ、とりあえずね、こういったイカダなんかには絶対ね、乗らないようにしましょう。あとね、漁師さんの船のこのロープとかね、そういったところなんかには投げないようにしましょうと。はい、ってことで、まあ、今回は、春の季節ね、エギング、いいんですが、マナーを守ってちょっとね、やっていきましょう。これね、お子さんとかにもね、刺さると本当に危険なので、これ。わかりますかね？めっちゃ錆びてて。ってことで今回はこんな感じで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。